8月1日はハワイの日。ナンバーアンダーラインアイと一緒にマクドナルドで特別なひとときを楽しもう。ナンバーアンダーラインアイがハワイの風を感じる日。8月1日をハワイの日にしよう。ナンバーアンダーラインアイとめっちゃハワイアン。8月1日はハワイの日じゃダメですか。ハワイの日で決定だ。このハッシュタグとともに、8月1日がハワイの日として盛り上がっているのを見ると、 まるで自分もその場にいるかのような気持ちになります。ナンバーアンダーライン愛の3人がハワイの風を感じながらマクドナルドのハンバーガーを楽しむ姿は、見る者に元気を与え、同時にその美味しさに引き寄せられます。私はすぐにでもマクドナルドに駆け込んで、ハンバーガー、ポテト、チキンナゲットで満腹になりたいという衝動に駆られました。そして、このアイデアは多くの人々の共感を呼び、多くの人々が、 ハワイの日をを祝うう準備をしているようです。ロンさんも在宅で働きながらナンバーアンダーライン愛を応援しているようで、数年ぶりにマクドナルドに通っているとのこと。ハンバーガーとポテトとチキンナゲットでお腹いっぱいになる幸せを感じるのは、まさにハワイの日ならではの楽しみ方でしょう。この盛り上がりは、ハワイの日を8月1日に決定することに賛成する声が多く、みんなが一緒にハワイを感じる日として定着しつつあります。 マルさんも8月1日をハワイの日として、楽しむ準備をしているようで、ナンバーアンダーライン愛と共にハワイの風を感じる一日を楽しむ計画を立てています。全力青年もハワイの日を迎える準備をしており、その熱意が伝わってきます。また、8月1日をハワイの日として国民の祝日にするべきだという意見もあり、その楽しさが多くの人々に広がっていることがわかります。ハワイの風を感じる8月1日は、 みんなが一緒に楽しむ日として、これからも続いていくでしょう。ナンバーアンダーライン愛の笑顔とともに、この特別な日を迎えることができるのは、本当に素晴らしいことです。今年の8月1日は、みんなでハワイの日を祝い、マクドナルドでのひとときを楽しむことができるでしょう。ハワイの風を感じながら、ナンバーアンダーライン愛の3人とともにこの特別な日を迎えることは、忘れられない思い出となるに違いありません。 ハワイの日に決定したこの日を心から楽しむことができるのは本当に素晴らしいことです。この特別な日を迎えるにあたり多くの人々がそれぞれのスタイルでハワイの日を楽しむ方法を見つけています。例えば、ロンさんは在宅秘書ディレクターとして家から一歩も出ずに仕事をしながらもマクドナルドでナンバーアンダーライン愛を応援することでハワイの風を感じています。その姿は 私たちにもインスピレーションを与え、日常の中で特別な瞬間を見つけることの大切さを教えてくれます。マクドナルドでは、この日に特別なメニューが用意されていることが多く、ハワイの風味を取り入れたハンバーガーやポテト、チキンナゲットが楽しめるのは、まさにこの日の醍醐味です。例えば、チーズロコモコマフィンセットを楽しむことで、ハワイの味を感じることができます。朝マックでこのセットを食べながら、 ハワイの日を迎えるのは、特別な一日の始まりにふさわしいでしょう。そして、この日はただ単に食べ物を楽しむだけでなく、ナンバーアンダーライン愛の3人が着ているハワイアンシャツや、その背景に広がる美しい海の景色を思い描きながら、一緒にハワイの雰囲気を楽しむことも大切です。ハワイの文化や自然を感じることで、この日の特別さをより深く味わうことができます。さらに、 8月1日がハワイの日として定着することで、多くの人々が一緒に楽しむことができるという点も重要です。例えば、全力青年やマルさんのように、多くの人々がこの日を楽しみにし、その喜びを共有しています。マルさんはサイドファイヤーを目指しながらも、この特別な日を心から楽しむ姿勢を見せており、その姿勢は多くの人々に勇気を与えています。また、 8月1日がハワイの日として定着することで、国民の祝日としての意味も持つようになるかもしれません。この日を記念して、ハワイの文化や風習を学ぶ機会を設けることで、多くの人々がハワイについての理解を深め、その魅力を再認識することができるでしょう。そして、この日の特別な思い出を作るために、多くの人々がマクドナルドでのひとときを楽しむ姿が見られます。例えば、 子供の誕生日を祝いながらハワイの日を楽しむ家族の姿は、まさにこの日の喜びを象徴しています。このような特別な日を、家族や友人と一緒に過ごすことで、忘れられない思い出を作ることができるのです。また、この日を迎えるにあたり、ハワイの日にちなんだイベントやアクティビティが開催されることも考えられます。例えば、ハワイアンミュージックのライブや、 ハワイの伝統的な踊りフラのパフォーマンスを見ることができるイベントなどが開催されることで、多くの人々が一緒にハワイの文化を楽しむことができます。このようなイベントに参加することで、ハワイの日がより一層特別なものになるでしょう。さらに、この日を記念して、特別な商品やグッズが発売されることも期待されます。ハワイアンシャツや、ハワイのモチーフがデザインされたアクセサリーなどを手に入れることで、 ハワイの日をより一層楽しむことができるでしょう。また、ハワイの風味を取り入れたスイーツやドリンクなども楽しむことができることで、この日の特別さを味わうことができます。このように、8月1日がハワイの日として定着することで、多くの人々が一緒に楽しむことができ、その喜びを共有することができます。ナンバーアンダーライン愛と共にこの特別な日を迎えることで、私たちもハワイの風を感じながら、 楽しいひと時を過ごすことができるのですこの特別な日が、これからも多くの人々にとって喜びと幸せをもたらす日として続いていくことを願っています。このように、8月1日のハワイの日が多くの人々にとって特別な一日となることで、その楽しみ方や過ごし方もさまざまなバリエーションが生まれてきます。例えば、ハワイの日に合わせて家族や友人とバーベキューを楽しむことも一つの素敵なアイデアです。 ハワイアンスタイルの料理やドリンクを用意し、庭や公園でハワイアンミュージックを流しながら、楽しいひとときを過ごすことができます。特に、ハワイの伝統的な料理であるカルアピックやポケなどを取り入れることで、本格的なハワイの味を楽しむことができます。また、この特別な日を祝うために、ハワイの伝統的な衣装であるアロハシャツやムームーを着て、ハワイの雰囲気を感じながら一日を過ごすことも楽しいでしょう。 ハワイアンシャツを着てビーチに出かけたり、ハワイアンリースを作ったりすることで、より一層ハワイの日を感じることができます。特に、ハワイアンリースは自分で作る楽しさがあり、完成した時の達成感も味わうことができます。さらに、この日を迎えるにあたり、ハワイの文化や歴史について学ぶ機会を持つことも素晴らしいです。例えば、ハワイの歴史についてのドキュメンタリーを見たり、 ハワイの伝統的な工芸品について学ぶワークショップに参加したりすることで、ハワイの日がより意味深いものになります。また、ハワイの音楽やダンスについて学ぶことで、その文化の奥深さを感じることができるでしょう。そして、この特別な日を迎えることで、多くの人々がハワイの自然の美しさを再認識することもできます。ハワイの美しいビーチや山々、そしてその豊かな生態系について学ぶことで、 自然の大切さを感じることができます。例えば、ハワイの自然保護活動についての情報を共有したり、ハワイの動植物についての知識を深めることで、この日がただの楽しみの日だけでなく、自然環境の大切さを考える機会となるでしょう。さらに、この日を記念してチャリティーイベントを開催することも考えられます。ハワイの文化や自然を守るための募金活動を行ったり、 ハワイの子どもたちの教育支援を行うためのチャリティーイベントを開催することで、ハワイの日が多くの人々にとって意義深いものとなるでしょう。このような活動を通じて、多くの人々がハワイの未来を考え、その文化や自然を守るために協力することができるのです。また、8月1日のハワイの日を迎えるにあたり、SNS を活用して多くの人々とその楽しみ方を共有することも素晴らしいです。 ハッシュタグナンバーアンダーライン愛とめっちゃハワイアンを使って自分のハワイの日の過ごし方や感じたことを投稿することで多くの人々とその喜びを共有することができます特にナンバーアンダーライン愛のファン同士でその楽しみ方を共有することでさらに一体感が生まれこの日が特別なものとなるでしょうそしてこの日を迎えることで多くの人々が一緒に楽しむことができるという点が ハワイの日の最大の魅力です。家族や友人と一緒にハワイの雰囲気を楽しみながら、特別なひとときを過ごすことで、忘れられない思い出を作ることができます。また、この日を通じて、新しい友達を作ったり、共通の趣味を持つ仲間と出会うこともできるでしょう。8月1日のハワイの日が多くの人々にとって特別な一日となり、その楽しみ方や過ごし方がますます多様化していくことで、 この日がさらに素晴らしいものになることは間違いありませんナンバーアンダーライン愛の3人とともにハワイの風を感じながらこの特別な日を迎えることができることを心から楽しみにしていますこの日が多くの人々にとって喜びと幸せをもたらす日として続いていくことを願いながら私たちもその一員としてハワイの日を楽しみたいと思います